演舞開演。どうも、本日はこちら、ニスイの卵は優しいオムライスを食べたい。あ、ふんわりでしたね。くまモンがなぜか、あ、熊本県内で作ってるからくまモンがいるのか。はい、中身はこんな風になっている。冷凍食品のオムライスって珍しいですね。ではさすがにこのままじゃ食べられませんよね。なので温めてきます。少しお待ちを。温まりました。やっぱりこうしてみると冷凍のオムライスって結構珍しい気がしますね。ではいただきたいと思います。中身はどうなってるのかな。おお、しっかり赤いケチャップライスが入ってますね。ではいただき、改めましていただきます。いえいえ、むしろ私の方から会いに行きたいです。卵が程よくふわふわで、中のトマトソースケチャップもちょっと酸味が効いていて、甘ったるいだけじゃない、そんな味でした。ふんわりとした卵が優しく包んでくれて美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。いつか熊本行きたいな。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。